ボンジュー、皆様こんにちは。本日はレアールでショッピングをした後、その後ですね、ブルス・ド・コメルス話題の現代美術美術館に行きたいと思います。よかったらこのままご覧ください。ではどうぞ。ではまずですね、まあメトロに乗っていきたいと思いますけれども、こちらね4番線なんですが、なんとなんとこんな感じで、なんていうんですかね、この転落防止ドアみたいのがついてました。これね全部のメトロについてるわけじゃないんですよ。一部についてました。そしてこの時はですね、いろいろ工事やってまして、こんな風に、まあ、結構ね止まっちゃうんでね、まあ、気をつけてくださいね。これ割とオリンピック前なんでいろいろあったんですけども、割とこういうことございます。そしてなんとなんとあと何分で来るよっていう、まあ、ハイテクなね表示もございまして、まあすごいねって感じですけど、はい、レアール着きました。まさかこれねレアールって読むと思わなかったんですけれども、はい、ちょっと久しぶりに来てみました。出口っていう方に向かっていきます。そうしましたら、まあなんとなんと地下はですね、このようにショッピングモールみたいになってたんですよね。なんか横浜とかね渋谷とかね、そんな感じしちゃいますけれども、はい、本日はですねこちらのショップをちょっとだけ巡りたいと思います。で今ちらっと見えてるこのお店なんですけど、これ多分ポルトガルの、お店だと思うんですけども、これも好きなんで後でちょっとお見せしたいと思います。まずはこちらベルシュカに入りたいと思います。こちらスペインのブランド、実はですねこれ多分日本から撤退しちゃった、オンラインはあるのかもしれないんですけど、いなくなっちゃったんで、こちらヨーロッパでしかちょっと買えないんで、まあちょっと見たいと思いますね。結構私は好きですね。でまあファーストファッションね、ファーストファッションいろいろねご意見があると思いますけれども、やっぱりね好きですね。いろいろもそうそういろいろねファッションロスとかもありますけれども、やっぱり見てしまいます。はい、そしてこの時はキラキラのバッグがもう大量にありました。こんなんも可愛いよね。可愛いんだけど、まあ、いつも言ってるんだけど、何を入れたらいいんでしょうかって感じですよね、本当に。そして意外とこれベーシックなお洋服もありますんで、まあね、そんなにね とんがったお洋服ばっかりではないって感じです。パーティー服なんかもねこういうとこで買ったらいいんじゃないかなって思います。はい、そしてこういうちっちゃめのバッグ、これねちょっといくらか見えますちょっとはっきり覚えてないんだけど、割とねこういうお手頃バッグなんかもございまして、ちょっとこのパンツさ買いたかったね。なんだろう、ね今ね見ながら思うんですけども、この映像を撮るのに夢中で買い物をちょっと忘れてますね。だからあんまり買わなかったんだね今回って感じ。それで見てください、世界のサンリオクロミちゃんもおりますよ。でもうサンリオはですね結構いろんなとことコラボしてまして、いろんなブランドと結構ねだいぶ前からサンリオは進出しております。はい、そして結局悩みに悩んで私が買ったのはこのキラキラベルトですね。多分ね12、3ユーロぐらいでしたね。はい、いよいよお会計に参りますね。こちらハイテク、はい、自分でやれってことです。はい、珍しく英語で話しかけられてました。大体フランス語で話しかけられます。はい、そして、なんとですねこちらよくよく見てください。多分フレグランスだと思うんですけども、東京っていうのがありました。これもさ買えばよかったよね。どんな香りだったんだろう、すごく気になります。なんかどなたかご存知だったら教えてください。なんかあれですよ、だからさっきも言いましたけど、映像を撮ってるとね本当ね夢中になっちゃって買い物を忘れてます。そしてこちらストラディバリウス、こちらも結構好きなんで入ってみたいと思います。このファストファッションですね、結構集合してるんで、これレアールの地下はね意外とおすすめというか穴場ショッピングエリアかもしれません。でこの後行きます、ブルス・ド・コメルスの、駅なんですよこちら。なんで途中で先にね、まあ後でもいいですけどお買い物したらいいんじゃないかと思います。はい、そしてこちらのストラディバリウスもですね、割と多分ねターゲット層はね若めなんですよ。でまあヨーロッパの方ね、あんまりね年齢でこんなの着ちゃいけないとかないんですね。なのでもう自由に好きなものを着ればいいと思います。そしてこちら、こういうねちょっとカジュアルでジャラジャラ系のアクセサリーなんかも結構豊富にありますので、まあ、お手頃価格で買えますので、このお店おすすめでございます。はい、そして
恒例のキラキラチェックですね。このバッグも可愛かったけどさ、もう本当にペットボトルも入んないよね。本当にパーティーバッグですね。もうリップとお財布とちょっとしたもんを入れて出かけるって感じです。これもね、紐がついてて、そうね、ヨーロッパの人ね、こういうの大好きですね。こうちょっと入れるやつ、女の子大好きですね。まあ、女の子というか女性一般ね。はい、まあこんなのもあったんだけど、はい、いよいよそして先ほどご紹介してましたこちらの、ショップに入っていきたいと思いますが、このお店ね、実はね、あの日本にはない、多分ないと思うんだけど、結構私好きなんですよ。なぜかと言いますとね、あのお手頃価格でやっぱりちょっとおしゃれな、日本に売ってないようなこのジャラジャラ系のアクセサリーやバッグなどが売ってるんですね。まあ時計も売ってるのがこちら、はい。そして、ちょっとこの後パーンするんですけれども、あ、そうそう、店内ね、そういろいろあるのよ。ここね、こうレアルのこの店ね、あのおすすめだと、もうなくならないことを祈りますね。こちら、うん、撤退しないでと思います。で、ちょっとはい、バッグ見ましょうね。はい、これね、今見て思うんだけど、これもなんで買わなかったんだろう。なんつう可愛さでしょうかね。これね、ビーズをパッチワークみたいにしてるんですよ。まあ相変わらず何を入れるんだいって感じなんだけども、まあ割とこういうの持ってる方は多いですね。パーティーバッグみたいな感じね。まあインナーバッグとしても使えるかな。まあ使ってもいいと思うね。その左のこの黒いやつも可愛かったよね。そして見てください、このなんかね、1920年代みたいなね、あのジャラジャラアール・ヌーボー期のなんかバッグみたいな感じのね、これも良かった。でもなんかね、なんか何に使うってちょっと目的がないんで、残念ながら今回はちょっと買いませんでした。そしてこのフロアにはですね、結構ね、飲食店なんかも入ってるんで、そちらもチラ見せしますね。結構ね、お手頃で食べられそうでした、こちら。はい、節約旅にはぴったりのなんかこうフードコート的な感じですよね。で、周りにあのいろいろ飲食店がありまして、なんか食べられそうですよ、こちら。それでね、あのこれ一応地下なんですよ、建物の中なんだけど、なぜかね、鳩がいるっていうね、驚きですよね。結構こういうのあるあるかなと思うんだけど、そして赤青のこのね、椅子の配置も素敵ですね。そしてこちら、この寿司ウェイって言うんですけど、意外と流行ってたんですけども、なんかちょっとバッタモンって言ったら悪いんだけど、まあ、日本食みたいなものですよね。そしてね、あそこね、あのミディエクスプレスって書いてあるんだけど、これ私ね、なんか読めなかったのね。なんだろうと思ったら、ミディエクスプレスって書いてありましたね。多分お昼ご飯のエクスプレスっていう意味なのかな。まあ、ちょっと違ってたらごめんなさい。まあいろいろね、まあ、もどき的なものが食べられますので、ね、これ見えます？ミディエクスプレスって読めます？私なんか新しいカタカナかなと思っちゃったんですよね。なんかとんでもない勘違いって感じなんだけど、はい、ここでまあね、ちょっと日本っぽいもの食べたいなと思ったら、ここでまあ食べてもまあいいかなと思います。はい、そしていよいよブルスチュコメルス、本日の目的地、行きたいと思います。こちら現代アート美術館ですね。で、私ね、この後まあ見ていただくんですけども、とんでもない勘違いしてまして、私あの現代美術じゃなくて、あの昔のね、あの古典的な芸術を見ると思ってたんですよ。もうとんでもない勘違い。そしてこちらはですね、フランソワ・ピノーさんという方がですね、収集しました、現代アートを見る美術館となっております。そして安藤忠雄さんがこちらを手掛けたということで、まあ、こちら有名なんですけども、これコロナ禍にあのオープンしたんですね。なんでどうしてもね、これ行きたかったんです、私。で、今ちょっと見えていますこちらの、建物、あそこのね、真ん中ぐらいの辺から入っていきまして、こちらでチケット買います。あ、ここですね、はい、チケットオフィス。そして、あのね、予約もできるんですけれども、まあ、私はですね、もう予約めんどくさかったんでしないで来たんですけど、まあ大丈夫でしたね、あの入れました。はい、早速チケット持って入っていきたいと思います。こちら、はい、ぐるぐる巻き、若干ね、そうなんですよ、若干分かりづらいあの構造となっておりますけども、ドーム型のね、昔はなんか取引所みたいだったんですけども、見てください、天井画ですね。こちら素晴らしい天井画があります。
でやっぱりまあ当たり前なんですけども、映像で見るよりはやっぱり現物を見た方が全然良かったです。当たり前ですね。そしてなぜかこの時はこの下になんか建物が建ってまして、すごい見づらい。そしてこの建物の中はこのなんか暗室みたいな感じになってまして、なんか光の芸術みたいなものがありました。そしてこの周りはですね、またすごいなんかクラシックなこのなんか展示してショーケースみたいなのもありまして、この床もすごい素敵なんですが、まあ、なんせちょっと見づらいかなって思います。このなんか新しい建造物、まあ、たまたまこの時のコレクションがこうだったと思いますので、まあ、行く時によってこの、ね、左側のこの建物はないと 思いたいんですけど、以前ちらっと、ね、なんか映像で見た時はなかったんで、あの なんじゃないかなと思うんですけど、はい、見てください。この床も綺麗ですよね。はい、そして、はい、階段で上がっていきましょう。でおそらくですけども、あのバリアフリー、エレベーターもございます。はい、そして非常に壁が邪魔なんですけれども、はい、こちらの絵を見たいと思います。で、まあ、結論から言いますと、私はこの建物が一番良かったなと思いますね。建物を見に行く美術館かなって、まあ、個人的には思います。なぜなら私は現代アートがあんまりよくわからなかったからです。すみません、本当に。見てください、素晴らしいです。この絵も多分古いと私は思うんですけど、ごめんなさい、ちょっとね、何年のものかちょっと存じ上げないんですが、素晴らしいですね、見て、なんか多分春夏秋冬みたいな感じ、なんかここら辺は雪が降ってるんだと思うんですけども、違ってたら本当にすいません。はい、本当に本当に素敵でした。永遠にこれは見ていられます。そして、はい、こちらが噂の現代アート。でこちらはですね、多分ね、展示はあの変わると思うんですけども、本当にごめんなさい、全然分かんなかった。そして見てください、この素敵な螺旋階段。はい、こちらを降りていきまして、降りていきますね、下に、はい、到着。はい、そしてこの建物の最難関、出口がわからない。みんなね、出口どこですかってすごい聞いてたんですけど、ここですはい、やっと建物から出られますということで、はい、素敵な美術館でございました。ご興味ある方ぜひ、ね、行ってみてください。でもですね、一番に行く美術館ではないと思います。一番はやっぱりルーブル、オルセー、あとモネのマルモッタン、あのあたりを見ていただきまして、まあ、その後、まあ、時間があれば行くっていう感じでいいんじゃないかと思います。でも建物は本当に豪華で素敵でした。おすすめです。で、場所なんですけども、こちらのレアールという駅を出まして、まあ、大体地上に上がってからもう 2,3 分で着きますので、ものすごくあのいい場所にございますね、こちら。そして、最後にちょっとおトイレだけあのちらっと見たいと思うんですけれども、こちらね、なんかあの閉塞感満載の、一応これトイレなんですけど、あのレアルな駅出たらすぐにあったんですけどね、一回も入ったことないです、私は。狭いとこがとっても苦手です。本当に怖くてあの入れないんですけど、ぜひね、あのお店とかレストランとか美術館でトイレ行ってください。はい、そうしましたら次回はですね、あの新しくできました、あ、できました、改装が終わりました、サマテリーヌなど、ご紹介したいと思いますので、よかったらまた続きご覧ください。いつもいいね、チャンネル登録ありがとうございます。はい、ではこちら、すいません、またクリスマス時期なんですけども、はい、よかったらご覧ください。まあね、今年の参考になればと思います。ではアビアントゥアスタルエゴー。